カメラトラップカメラトラップで撮影されたスマトラトラカメラトラップで撮影された強カメラトラップとは主に野生動物を対象にモーションセンサーや赤外線センサーを用いて自動で撮影する設置型のカメラもしくはその手法のこと自動撮影カメラやトラップカメラとも言う野生動物が出現すると予測される場所を選定し地上に置いたり樹木にくくりつけたりして カメラを設置する。野生動物がカメラの前を通ると体温や動きを感知して自動的にシャッターが降りる。シャッターを切るタイミングや間隔は事前に設定ができる。中には動画の撮影や暗闇でも撮影できる暗視機能など様々な機能が付属しているものもある。データは主に SD メモリーカードに保存されアルカリ電池を使用する製品が多い。カメラトラップは ある地域の野生動物についての生態学情報を調査する上で優れた調査手法である。野生動物を撮影することで、その野生動物の存在やカメラを設置した環境を利用しているかどうか、または地域の動物症などを把握することができる。さらに、単純に野生動物を撮影して観察するだけではなく、撮影された個体を識別して、該当地域に生息する。 個体数を推定したり、カメラ設置努力量に対する撮影成功率から、生息数指標を算出するなど実用性は幅広い。調査者が調査地に足を運ぶ頻度を減らして、現場の調査機関や労力を省略化できること、24時間体制のモニタリングを可能とすることなどの利点がある。また、撮影者となる人間がその場にいないため、動物に 不要なストレスを与えることもなく、野生動物研究者にとって必要不可欠なツールとなっている。主に哺乳類に対して用いられるが、鳥類や爬虫類の撮影にも使用される。日本では熊や鹿、イノシシの研究で活躍している。ありがとうございます。